サンティリアーナことカルロスアロンソゴンサレスはスペインのカンタブリア州出身の元サッカー選手。ポジションは FW。愛称のサンティリアーナは出身地のサンティリアーナデルマルにちなむ。1970から71シーズン2部のラシンサンタンデールで得点王に輝くと2600ペセタでレアルマドリードに引き抜かれる。百七十一年九月五日の レアルベティス戦で一部デビューを果たした。そのシーズンは10得点を挙げ、クラブの3期ぶりのリーグ優勝に貢献した。19シーズンで9度のリーグタイトル、4度のコパデルレイ獲得、2度の UEFA カップ獲得など、その経歴は輝かしいばかりである。リーグ歴代9位となる186得点を挙げ、1982から83シーズンには8得点を挙げて、 UEFA カップウィーナーズカップ得点王に輝いたサンティラーナだが、ついにピチーチ賞には縁がなかった。1979年にはクラブのキャプテンに就任し、ホセアントニオカマーチョに引き継ぐ1988年まで立派に役目を果たした。レアルマドリードでは、当時の歴代最多出場記録、アルフレッド・ディステファノに次いで歴代得点記録2位を持っていた。 スペイン代表としては、1975年4月17日に行われた UEFA 欧州選手権1976予選のルーマニア代表でデビュー。初得点も同じく11月16日、欧州予選のルーマニア代表である。1976年と1980年と1984年の UEFA 欧州選手権1978年の アルゼンチン W 杯、1982年のスペイン W 杯に出場した。スペイン代表での総得点15点のうち12点は欧州選手権の予選で決めたものであり、1983年12月21日のタイマルタ代表戦では4得点を挙げている。ありがとうございます。